どうもどうも、まさとです。今回はこちら GoPro Hero 10 Black のご紹介になります。今回はですね、こちらメディアモジュラーを取り付けて音声のテストを行ってみました。これね、前回の Hero 9から発売されているメディアモジュラーになるんですけれども、それがそのままこの Hero 10でも使用することができます。ここの部分ですね、電池やメモリーカードを交換する蓋を取りましてですね、でメディアモジュラーのこちら側ですね、外します。そしてここにね、コネクタがあるんですよ。ここのコネクタに合うようにですね、このように差し込んで使用します。で蓋を閉じると、これでメディアモジュラーとして使用することができます。で今回はですね、いつもと同じく私自撮りしないので背面から喋っているということで、設定の方マイクは背面にしてます。ではね、前回の続きで今度はこのメディアモジュラーを取り付けての音声テストの方を行っておりますので、そちらの方をご覧ください。どうぞ。はい、ということで前回に引き続き流れ橋の方に来ております。今日はですね、メディアモジュラーのテストを行ってみたいと思います。今はね、まだ取り付けてなくて、これ標準のマイクです。 GoPro の標準マイクです。さあ、どういう風な感じに今度音声がなるのかということで、そちらの方試してみたいと思います。ではメディアモジュラーの方に切り替えます。はい、メディアモジュラーの方に切り替えました。音声の方はどうでしょうか。一応、設定ではですね、背面のマイクを使用しております。設定では背面のマイクを使用しております。自撮りとかしないんでね、もう全部いつもは背面のマイク使っておりますんで、フロントのマイクは使わないようにしてます。こういう感じですね。音声の方は変わっているでしょうか。GoPro の内蔵マイクよりかは、聞き取りやすくはなっているとは思うんですけれどもね、これが Hero 9の時と10で音声は変わるのかというのがちょっとね、気になるところなんですけれども、以前よりも聞き取りやすくなってたらいいんですけれどね、果たしてどうなっているのでしょうか。これからね、これでの運用になるかと思います。本当はね、ここまで来てね、4K の 120fps でこの水の流れをね、ちょっと撮ってみたかったんですけれども、こういう状況でこっち川まで来ることができない感じですよね。ちょっと草に覆われておりましてね、向こう側支流は多分水ないから難しいかもしれないですよね。で、あとメディアモジュラーつけた時の熱問題、これがどうなるかですよね。メディアモジュラーの上からでも結構ちょっと暑さを感じます。熱暴走しにくい、 GoPro 自体がね、熱暴走しにくくなったとも言われてるんですけれども、確かに今まで撮影してね、落ちることはないですね、Hero 9の時から。これがどこまで持つのかというのも気になるところで、使っていったら大体分かってくるとは思うんですけどね。あ、言うの忘れておりましたけど、ちなみにこれ音声はマスクして喋っているので、ひょっとしたら普段よりかは、こもって聞こえているかもしれませんけれども、あらかじめご了承ください。以上、流れ橋からお送りいたしました。続きましてですね、メディアモジュラーの車載テストです。車に取り付けてのテストとなります。マイクは、いつもと同じく、マイクは背面マイクとなっております。で今回ね、取り付けですけれども、フロントガラスにつけております。前回はですね、ダッシュボードの上につけてたんですけれども、ダッシュボードの上だとですね、エンジン音結構拾っちゃうんで、で口からもちょっと遠いんで、マイクの位置がね、で今回フロントガラスの方に取り付けてみました。こういう風な感じでついております。で実際これエンジン音拾ってるのかどうかがね、ちょっとまだ今確認できないんで、帰ってから、確認してみたいと思います。実際どうですかね、映像の方はねちゃんと撮れてるとは思うんですけれども、音声がちゃんとクリアに撮れているのか、エンジン音の方がどのようになっているのかというのをね、確認したいと思います。そしてですね、水平維持も設定オンにしておりますので、 GoPro が少々傾いてても水平で撮ってくれるというふうになっております。音声がね、綺麗にクリアに撮れていればいいんですけれども、どうしても今乗ってるのは軽自動車なんで、エンジン音がちょっとうるさいんでね、
それがちょっと懸念されるところなんですけれども、なので普段はピンマイク使って別撮りで、音声は別で撮って、後で編集でね合わせてやっているんですね。うわ、蚊が入ってる。ちょっと窓全開します。蚊が入ってます。そして今ですね、窓全開にして収録しております。車載カメラで撮っております。なぜかと言いますと、蚊が入ってました。血吸われてますよね。蚊のお尻が真っ赤っかになってたんで、多分血吸われたんだろうな。これはちょっと今どこが痒いかわからないんですけれども、後々大変かもしれません。で、窓開けた状態でね撮ってるんで、結構外からの音が入ってると思うんですけれども、それがどういう状況で入ってるのかもちょっと今確認してみたいと思います。これが今エンジン切れている時の状態です。そしてエンジンがかかるとこういう感じです。はい、いかがでしたでしょうか。実際ね、聞き比べるとやっぱマイク違いますよね。どうしても GoPro 単体のマイクだと声が小さく聞こえてしまうんですけども、メディアモジュラー取り付けると音が大きく、そして鮮明に収録されております。まあ設定をね背面にしてるから、結構クリアというか音を大きめに取れるんだと思うんですけれども、それ以外にクリアさが違うんですよね、やっぱ GoPro の映像のマイクと比べてね。で、Hero 9と比べるとどうなのかというと、さほど変わってないんじゃないかなという印象があります。なのでね、やっぱ GoPro 使って音声も気になる方はですね、このメディアモジュラーつけて撮影されるのがベストかと思います。で、あとついでにですね、車載の映像も撮ってきました。やっぱね、エンジン音がちょっと大きいので、で、口からこのマイクまでちょっと離れているというのもあるので、音声の方がねちょっと小さく収録されてしまうんですよね。で、あと車載で驚いたのは映像ですよ。ご覧いただいてお分かりの通り、全然ブレがないんですね。結構段差とかあるところ走っててもそれを感じさせないんですよね。車のボディが映ってたと思うんですよね、フロント部分のね。そこの部分見ていただければ分かると思うんですけれども、車は結構揺れてるんです。揺れてるんですけれども、映像全体は全然揺れてないという、そこで判断できると思うんですけれども、この今回からハイパースムース 4.0 になってからですね、揺れとか振動の軽減がすごい状態になっております。これはすごいですよ、 GoPro のこのハイパースムース 4.0 はね。これからね、これを使ってまた撮影に行くのが楽しみになりました。はい、今後ね、撮影する映像はこの GoPro Hero 10ブラックで撮影していくことになると思います。ということで、今回は GoPro Hero 10ブラックメディアモジュラーをつけての撮影テストを行ってみました。皆さんいかがでしたでしょうか。 GoPro の進化がすごいですね。はい、このヒーロー10買いです。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。